はい、それではですね、自衛分駅出発します。まあ、普通にのんびりしていてですね、いい無人駅ですね。蜘蛛の巣が多いのが難点ですけれども、飛行タイプは少なかったです。駅前の住宅か元商店か分かりませんが、ちょっと朽ち果てています。郵便局もあります。あ、丸ポストですね。これはレアですよ、丸ポスト。そして消防署もあります。そしてこの道ですね、左折して、この左折した突き当たりにですね、北西というですね、駅があります。この北西っていうのもなんでこんなとこを作ったのかなっていうような、そう言いたくなるようなですね、駅なんですよね。あら、こんな農家のど真ん中にもソーラー発電所は、農家も発電事業に乗り出す時代なんでしょうね。なんだこれ、グルメの味を消費者へ。ここはまあ道路もですね、これ完全に農作業用の道路で、なんか右は廃屋とかありますし、夏なのに紅葉が出てきてますし、これはなんかいよいよ、これはなんかいよいよですね、北海道が本気を出してきそうな感じです。北海道を旅するんだったらね、やっぱりここまでね、ディープにやらないとね、北海道を堪能できないと個人的には思いますけども、冬はくれぐれも無理しないでください。もうすぐね、北西駅です。完全にこの北西中部って徒歩圏内ですね。っていうか北西駅の入り口どこにあるんだろう。畑はあるけど全然家がなくて、本当にあるのか駅。あ、駅はね、この道路まっすぐ行ったら踏切があって、その踏切の横にあるっぽいです。全然ね、人間が住んでそうな家というものがありません。畑はあるけど、それでもまあ舗装道路が一応あるんで、アクセスはまあ悪くはないかな。これが宗谷本線の踏切。え、駅なんてある、ここに。あ、あった、駅ありましたね、一応ね。この線路をですね、越えたところにあるんだ。あ、ここね、車止めれるから止めよう。ここからスタートしよう。